こんにちは、あたりです。ハピネスチャージプリキュアキラキラカード組開封動画第2回です。はい、第1回の開封動画をご覧になっていない方は下の説明文に、動画へのリンクを貼っておきますのでご覧になってください。はい、そして、前回第1回で出たカードはこちらです。ファッションカードとお仕事カード、そしてブロマイドカードです。で、今回ね、第2回狙うはもちろんスペシャルカードね、そしてファッションカードのもう一個ね。それでは開封していきましょう。第1回と同じく今回も5袋開封します。それでは1袋目開けます。さささささ、まずはグミを取り出し、よいしょ。お、前回出なかったラインナップですね。ハート、音符、そして星です。それではカード出していきます。3、2、1、じゃーん、じゃーん。お、なんだこれ。キュアラブリー、ロリポップヒップホップ。え、これなんだこれ。これはスペシャルカードじゃないよね。P の18番、スペシャルカードじゃねえこれあ、これスペシャルカードが。はい、まずこちらが通常のカードですね。まあ、こういう光り方をしますね。結構粒が細かい、光り方をするんですけども、こちら、キュアラブリーロリポップヒップホップ、めちゃくちゃ光ってるんですよ。ギラ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 してます。あ、これスペシャルカードだ。やったー。しかも絵柄めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。これ見てくださいよ。おほほほほーい。それじゃあテンションも上がったところで2袋目いきましょうか。いきます、いきます。さあ何が来るかな。まずはグミを出しましょう。あ、これまた同じだね。ハート、星、音符。いきます。3、2、1、じゃーん。こっちだ、こっちだ、どっちだ、こっちだ。あれ、はあまさか2連続スペシャルカード。はい、こちらが、P の16番、キュアラブリーですね。チェリーフラメンコと、またこちらも、なんだっけ、ロリポップ、ロリポップヒップホップ。はい。おー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 、テンション上げ上げじゃないですか。ちなみに裏側はこんな感じです。はい。愛の恵みちゃんとキュアラブリー2人映ってます。あれ？さっき裏見せたっけ？裏見せてなかったね。はい、こっちはこんな感じですね。それじゃあ3袋目開けましょう。いや、今回来てるな。来てるぞ。いきますよ。3袋目。まずはグミを取り出しましょう。グミを取り出して。おう。あ、これは指輪のやつですね。指輪音符リボン。はい。それではいきます。3、2、1、じゃーん、こっちだ、じゃーん。おっと、お仕事カードだ。はい、こちら P の12番、 CA スタイル白雪姫ちゃんです。はい、はい、光ってますよ。はい、裏、はい、姫のお仕事スタイル CA、 飛行機に乗るお客さんたちに空の旅を楽しんでもらうお手伝いをするお仕事だよ。ああ、なるほどね。ほうほう。あんまりなんか CA っぽくないですよね、衣装。まあ、こいつはあれですけど。はい。こんな感じです。それじゃあ、4袋目開封しましょう。ここまでね、全く被りがない。ね、安定の被り芸を毎回披露する僕にとっては嬉しい限りですけども。じゃあ行きますか。まずはグミを出しましょう。よいしょ。はい。こちら、ハートですね。ハート音符欲しい。それではいきます。3、2、1、じゃーん。うわ、マジかよ、スペシャルカードじゃん。はい、こちら P の20番、ハピネスチャージプリキュアの3人でした。いや、どうした、今回どうした。すごいぞ、すごいラインナップだぞ。まさかスペシャルカードが3枚も出るなんて。やばい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 、テンションがやばい。それでは最後、5袋目、開封しましょう。いやー、何来るかな、何来るかな。
最後でブロマイドっていうオチをね、つけてくれる可能性は高いですね。じゃあまずはグミを出して。そういえばグミ、4種類揃ってないね。あ、星と花と王冠。はい。それじゃあ行きましょうか。最後、10枚目。10枚目。まあ5枚目だけどね。第2回で合計10枚目です。はい。3、2、1、じゃーん！お、これは？ブロマイドカード。はい。5枚目は P の8番。キュアプリンセスシャーベットバレーでした。はい。光ってますね。キラキラしてますね。はいはいはい。そして裏。はい、こちら。おー、かわいいじゃん。はい。キュアプリンセス、シャーベットバレー。キュアプリンセスがフォームチェンジした姿だよ。華麗に舞って攻撃するよ。なるほど。今回はあれですよね。フォームチェンジの名前がだいたいこう、音楽とか、なんかこう、そっちのジャンルの名前になってますよね。フラメンコ、ヒップホップ、バレエ、あとなんだっけ。なんかあったよね。プリンセスが、なんかあった。まあ、ブロマイドカードといえども、決して外れではないですよね。ちゃんと、このね、すごいキラキラしてますし、デザインとかもしっかり凝ってるんですよ。はい、こんな感じでね。横にするとこんな感じ。で、この、ね、なんていうの、裏地みたいなところと、この文字の部分の、この、透明感というか、なんかそういうのが若干違いますし、まあね、なんといってもこのカードがね、やっぱりしっかりしてるのがいいですよね。はい。というわけで、今回、5袋開封した結果、ブロマイドカードが1枚。そして、お仕事カードが1枚。そして、なんと、スペシャルカードが3枚も出ました。はい。はい。これね、いや、すごい嬉しいですね。わあ、これは、ああ、ちなみにこれの裏はこんな感じですね。3人写ってます。おうおう、姫ちゃんかわいいな。これね、今後の開封動画で、どっかで何かしらしっぺ返し来ますね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。それはもう甘んじて受けましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はこちらのハピネスチャージプリキュアのキラキラカードグミを紹介しました。はい、前編後編に分けては2回開封して、まあ、10こうね、開けてこのカードが10枚手に入ったわけですけども、これね、1袋105円で、まあいろんなところに売ってます。スーパーとかコンビニに多分売ってると思うので、ぜひね1個手に取って開けてちょっと実物を触ってもらいたいですね。本当にカードの出来がすごくいいのでね、プリキュアを応援したいという方はぜひともこれをね買ってね、まあお気に入りのプリキュアが出るまで買うのもいいんじゃないですかね。それではまた次回。バイバイ。